こんにちは、安藤祐介です。今日の動画は、あなたが認知症ケア初心者の方だったら、ぜひ見てほしい内容です。なぜなら、これを知っているかどうかによって、あなたが声かけをするたびに認知症の方との距離が縮まるか、それとも離れていってしまうかが決まるからなんです。それではお伝えします。介護を始めたばかりの方は、認知症の方に対して、どんな声かけをすればいいんだろうと、声かけの内容に悩みがちです。でも実は、声かけというのは、内容よりも口調の方が大事なんです。例えば、認知症ケアの現場でありがちな声かけとして、どこ行くの?ちょっと待ってて、こっち来て、というものがあります。仮にこの3つを乱暴な口調で言うと、どこ行くの?ちょっと待ってて、こっち来て、となります。これを優しい口調で言うと、どこ行くの?ちょっと待ってて、こっち来て、となります。声かけの内容が同じだったとしても、口調次第で印象はかなり大きく変わったと思います。認知症がある方は、言葉そのものの理解力は低下しがちです。ですが、こちらの口調とか表情、雰囲気や物腰には驚くほど敏感なんです。なので、たとえ声かけの内容が相手を気遣うものでも、乱暴な口調だと多くの方が悪印象を抱きます。逆に、声かけの内容がまだ未熟だったとしても、口調が優しければ、それは相手の好印象につながるんです。声かけは内容よりも口調です。よろしければ現場で意識いただければと思います。ちなみに、口調と表情、この2つは連動の関係にあります。例えば、硬い表情だと硬い口調になりがちなんですけど、柔らかい表情だと柔らかい口調になりがちなんです。もしあなたがまだ現場で優しい口調で話すのが苦手だよという方であれば、まずは優しい表情作りから始めて見ていただければと思います。今日の話は以上になります。あなたのことを応援しています。ありがとうございました。